皆さんお元気ですか？朝香です。今日はロンドンでとっても有名なバラマーケットをご紹介したいと思います。で、実は昨日バラマーケットに行ってきたんですけど、10月26日はちょうどリンゴの収穫のお祭りが行われていて、たくさんの種類のリンゴが売られてました。で、ハロウィン前なので、パンプキンとかもいろいろ売られてて、すごい可愛く秋模様にバラマーケットが変身してました。で、バラマーケットはお肉とか、お魚とか果物とか野菜とか食材に特化したマーケットになります。で、前回ポートベロマーケットっていうマーケットを紹介したんですけど、ポートベロマーケットはアンティークとかを売ってるマーケットです。で、もちろん食材も売ってるんですけど、バラマーケットは特に食材に特化したマーケットになります。で、ちなみにバラマーケットの最寄りの駅はロンドンブリッジになります。で、ロンドンブリッジの駅からもう本当約徒歩 3,4 分でバラマーケットに着きます。ブリッジの駅からバラマーケットまでの道のりを撮影したのでご覧ください。ロンドンブリッジの駅を出てすぐ左をずっとまっすぐです。に着きました。それでは今からバラマーケットの様子をインサートしますのでお楽しみください。バラマーケットはロンドンで最も古く大きい市場の一つです。
ズ・ハリーとプリンス・チャールズが訪れたお茶のお店も発見しました。こちらは今週イギリスで採取されたトリュフです。Each of them has different prices. Right, the size. This one's £12. That's £18. One's bigger than the other as well. Right.皆さん、バラマーケットいかがでしたでしょうか。で、バラマーケットにはたくさんヨーロッパから輸入されたものやイギリスで有名な食材などが揃ってるので、ロンドンにお越しの際はぜひ行ってみてください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また。